おはようございます。千葉湾岸 TV でございます。本日はね、小湊湖、にやってまいりました。今ね、ただいまの時間は、5時、ね、半でございます。まあ大体ね、夜中の2時頃についてですね、車の中で、待機してですね、寝ようと思ったんですが、まあ心躍ったんでしょうかね、眠れませんでしたね。今年ね、初めての小湊湖、まあ調査を兼ねてね、まあやってまいりましたんで、はい、ゆっくりね、楽しんで、やっていきたいと思います。はい、ね、防波堤のね、空いてるところをね、目指して歩いていきたいと思います。いやー、そんなにね、寒くなくてね、良かったです。ただね、あの極端なね、薄着とかはね、避けていただきたいっていうね、感じはしますが、結構2、4、6、8、10人ほどね、見えますね。はい、釣り場にね、到着いたしました。まあこんな感じですね。でね、テトロが右手です。どうだろう、今ね、潮はね、下がってると思うんだよね。まああんまり危ないんでね、出ませんがね。はい、とりあえずね、早々に準備したいと思います。はい、本日のね、巻き絵になります。編み込ませ。これはなんだ。グレパワーみたいなね、パワーブン V11 っていうね、ですね。あと、これ、メガブルスペシャル。ね、これをね、ミックスしてやっていきたいと思います。まずね、編みこませの方に、メガブルーね、入れていきます。まあメガブルーは適当かな。メガブルーはね、適当でこんなもんでございます。それで、あとこのグレーパワーみたいなね、やつ、これはね、こう適当にね、まあこんなもんでね、まあちょっとこう多めに入れとくかね。巻き絵結構使いますからね。テトロの方はですね、クーラーボックスの方に、くくりつけました。今ね、足元でね、なんか小魚がね、バシャバシャ言ってましたね。なんだろう。またね、撮影できたらね、していきたいと思います。なんか大物がね、あ、なんかよくわからんけどね、あちこちでバシャバシャし始めましたね。はい、本日の針は、伊豆メジナのね、9号、こっちをね、使っていきたいと思います。今日のね、はい、今日の付け餌ですが、エビとアオムシ。引いてるのはね、引いてますね。
磯目を変えてエビエサにします。何かね、嫌な予感がしてきたんですが、まあ、手前にね、ちょっと薪を巻いてみましょうか。ここら辺ね。はい。なんか、黒い集団がですね、猛烈な勢いで来るんですよ。なんだろうね。なんか、北枕かな。なんか動きがね、北枕とか、そんなね、もうフグとか、まあ、そんな集団にね、見えますよね。なんかね、危険をね、感じてきましたよ。はい。えらいちっちゃいのもやってきましたし、はっきり見えないんですよね、魚体がね。なんだろう。あ、でも下に、メジナっぽいのもね、確認できますね。やべえな、なんか。お、多分かかったね、これ。かかったけど、ろくなもんじゃないと思う。あら、これ。これ、正体はね、北枕でしたよ。ね。最悪。ね。北枕が、まあ、下にね、群れてるってことですよね。まあ、しょうがないです。とりあえずね。はい、普通のね、棒浮きにですね、なんていうのかな、エビとかね、磯目をつけてもね、もう餌取りばっかでね、全然釣れません。だからね、仕掛け変えました。これでいきます。浮きがね、たまに入るんですよ。ただね、ぐーっと潜っていかないんですよね。もっとね、ぐっと、入っていただけるとね、ありがたいんですが、まあ、餌取りがね、
いじってるんでしょうかね。入ったんだけどすぐ浮いてくる。あー、ちょこちょこね、浮きは入るんですよ。ピクンピクンとね。なんかかかってるかな、なんかかかってる。フグだよ、フグ。もうどうしようもないよね、フグ。どうしようもない、これ。どうしようもない。うん。まあでもね、なんだかんだでね、我慢してればね、違う魚がね、かかってくるかなと思ってね、頑張ってみます。今ね、まあ8時ぐらいになると思うんですが、1回ぐらいね、浮きがねスポーンとね気持ちよくね入ってくれないかなと思ってね見てますけど、もうさっきのねフグでもね、ピクンピクンとはするんだけど、要はもそ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 もね、してる感じなんで、はいね、キュッとこう下までね、引いてもらいたいなってね、感じはします。あれ？なんだろう？あ、ないや。さっきね、エビでやってましたが、ね、餌取りが多いのかよくわかんないです。だからね、今度はね、青いソメとエビでやってみたいと思います。思いっきりね、浮きが沈んだけど、思いっきり浮きが今回、ああダメじゃん。今ね、思いっきり浮き沈んだんですよ。ああなんだ、あダメだ、針が一本抜けとる。ああ失敗でしたね。ちょっとこれでやってみたいと思います。クソ、一本針が抜けてんじゃん。今度は失敗は許さない。うん。頑張ろう。よし。かかったかな。お、重い。ああ、若干重いな。ああ、サトリかな。なんだよ、これ。ああ。
またね、フグにやられましたよ。もうどうしようもないよな。ちょっと頑張らなきゃ。もうね、9時半ぐらいになってるんですよ。とにかく頑張ります。あー、フグだ。フグ地獄だ。お、今回引きが強いよ、引きが強い。これほれほれ、なんだろう、さっきよりは引きが強い。なんか赤いのがついとるな。あ、ちゃうわ、これ浮きだ。なんだろう。ねえ、いいの釣れると。お、メジナっぽいかな、メジナっぽいかな。おお、走るなんだろう、走りますね。あ、メジナだ。あ、いいです、すいません、やった、はい、やった、来た、ありがとうございます。メジナ、はい、両方釣れました。30はね、ちょっと超えてないような気がするんですけど。あ、30ありますね、31ぐらいあるんじゃないかな。ああ、ありがとうございます。もうめっちゃ嬉しい、今日尺目地です。ありがとうございます。ありがとうございます。もう超嬉しい、超嬉しいです。ありがとうございます。ああ、まただ。ただいまね、12時ぐらいになりましたね。ちょっと休憩ですね。全くね、浮きが、動きません。はい、昼休憩ね、終わりです。12時半ですね、今でね、近くのね、釣り具屋でね、餌買ってきました。
多分足んないと思うんで、まあ夕方までですね、頑張りたいと思います。とうとうね、5時になってしまいました。全くね、まあ餌取り以外はね、何も来ないという感じですね。で、周りで釣れてるのは、海タナゴ、15センチぐらいのメジナ、あとはね、まあカタクチイワシ、で、海タナゴかな。まあ、海タナゴもね、15センチぐらいです。どうだろう。まあ、ファミリーフィッシングにはね、いいと思います。まあ、足元で釣れてましたんでね。ただね、まあ、春休みってことでね、混雑。すごいね、今、もう、釣る場所がないぐらいね、人がいっぱいいますね。だもしね、まあやりたいという方はね、朝早く来るか、まあ遅くてもね昼ぐらいに入らないと、場所がね、ないって感じです。6時です。片付けね、完了して、まあ、これから帰るとこなんですが、アジの方がですね、5時半かぐらいからね、地合いが来まして、25センチぐらいの、アジが、まあ、ポツポツですよね。そんなにね大して上がってないですね。なんかね地合いも短いようなね、気がしました。まあまたね、小湊はね、これからねどんどん、良くなっていくと思いますんでね、また来たいと思います。さようなら、ありがとうございました。